続いてはスマートスタジオ中之島店にやってきました。続いての方もすごいんです。題して突撃超スマート会員、元看護師の悩み、まるまるとさようなら。スマート会員さん、どんな方なんでしょう。はい、昨年の5月から毎日通っていただいているお客様で、まるまるとおさらばした会員様でございます。毎日通っていて、まるまるとおさらば、気になります。ではご案内お願いします。はい、こんにちは。おっと、あちらの方でございます。これはなかなかきついメニューをこなしております。私が早速このカメラで突撃してまいりましょう。これはね、かなり通ってる方じゃないとできませんよ。いいですね、しっかりと手と足が伸びてます。あ、いいラインです、いいラインです、いいですね。こんにちは。佐藤真美と申します。今日はお世話になります。よろしくお願いいたします。山口さんは、はい、丸々とさよならしたと聞いていますが、その丸々とは何でしょう。はい、腰痛です。腰痛でしたか。はい、元看護師という職業柄、腰痛が長年の悩みだったという超スマート会員、山口美恵子さん。スマートスタジオに通って腰痛が改善したそうです。結構ひどかったんですか。ひどかったです。運動を始めてから腰がとても痛いっていうことに、っていうか腹筋が非常に弱いということに気がついて、それでここに通い始めました。その最初にできなかったポーズというのを、はい、今ちょっとやっていただくことはできますか。はいはい、お腹を丸めてこれですね。あ、私もやります、やります。はい、はいはい、このポーズがなかなかできなかったのができるようになったと。はい、本当に毎日通ってらっしゃるんですか。本当に毎日です。なんせ通い放題ですからね。はい、週1で通っても毎日通っても月の会費は同じですからかなりお得っていうことですよね。だからはい、お得ですねすごいな。そして今ね、ちょっとだけこう動いて見せていただきましたけれど、それでも山口さんすごいいっぱい汗をかいてるっていうことは、はい、やっぱり体の中身も変わってきてるってことですよね。そうですね、月に1回体の体組織を測るんですけれども、はい、新陳代謝の数値が上がってきてるんですよね。それでちょっとした運動、階段の上り下りとか日常の何気ないことでも汗をかけるようになってきた。代謝がどんどん良くなってる、はい、ということですね。はい、そうです。お年をお聞きしてもいいですか。あと一月ちょっとで70になります見えないですねこちらに通い始めて何年になるんですか。1年半ぐらいですね。1年半でもうそんな風に代謝が良くなって、はい、すぐに汗をかけるようになったっていうことなんですね。はい、そうです。楽しいです。今一番楽しいかもしれないスタッフさんもすごく優しく親切に教えてくださいますよね。はいはい、そうです。続けてこられた秘訣っていうのはご自分で何だと思いますか。やっぱり自分の気持ちもあるのかもしれませんけれども、うん、サポートしてくださるスタッフさんと、それからやっぱりこの機械の魅力っていうか、1日1回運動して汗をかくっていう本当わずかな時間なんですけれども、その時間が自分にとって非日常で気持ちの中でなんかリセットできるっていうすごくいい時間なんですよね。山口さんのこう目指すところ、目標はありますか。
今人生100年時代ですので、はい、最年長の会員さんになれたら嬉しいなと思います。すごいですね。私も100歳までここに通うつもりでいるんですよ。一緒に通いましょう。山口さんにとってスマートスタジオはどんな存在ですか？日常生活の一部です。心強いパートナーを見つけたような気持ちになりました。今いや私も佐藤さん の, その意気込みに負けないように頑張りたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。